始まりましたポケモントーナメントファンキーカップ。進化していないポケモン同士の戦いです。姿形は可愛らしい彼らですが、そのうちに秘める闘志がどう爆発するのか楽しみなところです。おっと、地球に潜ったぞ。おっと、ヘビニラミ。おっと、失敗。互いに相手の力量を伺っているというところか。穴を掘る攻撃きたー。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。さあ、今度はどのようなポケモンが登場するか。ここで謎の草の登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。おっと、火炎放射だ。おっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、一撃で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでサバ様の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。おー、狙い的中。さあ、ここでよし、両者とも大健闘です。これはどうだ。逆転をついた。ここでダウンです。ここで試合終了。さあ、今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。さあ、手始めに大きなダメージ。試合開始早々いきなりダウンだ。はじめから大変なバトルになっております。ここでパラスの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。この攻撃、おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、一撃で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでズバットの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、
一方的な試合運びとなっています。ここで太鼓機です。決まった、効果的な当たり。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。今度のバトルも楽しみなところ、第3回戦です。ここで10ダッボルトだ。おーっと、このポケモンではまずかったが、試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでコラッタの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。激しい攻撃、大きなダメージ。さあ今度は、おっと攻撃が外れた。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあここでいい感じの当たり、いった。よし、当たった。おっとダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでオスのニドランの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。この攻撃、つい一撃。おっと毒々攻撃、相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。さあ熱戦が続いております。ここで波乗りだ。まずまずの当たり。さあこれはよし、あーっと何をやっている、ダウンだ。ここで試合終了。観客の興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。さて、おっと地中に潜ったぞ。おっおっと、これは外れ。互いに牽制球を投げ合っているといった状況です。あーっと大爆発だ。激しく当たった。あーっとダウン。あーっと両者共ダウンだ。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。
ここでガーディの登場だ。ここでシェルダーの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。バトルの指定に移って激しい攻撃、きつい一撃。ああ、あっと爆発した。鋭い当たり、あっとダウン。さあ、出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでゾガースの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。緊迫した戦闘が続いています。おーっと、地球に潜ったぞ。ここで雷だ。おっと、当たりません。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。穴を掘る攻撃、弱点をついた。これはどうだ。急所にヒット。あーっと、ガッツだか。両者とも残るポケモンは一匹ずつ。ここでケイシーの登場だ。現在のところ残るポケモンは1対1。バトルは大詰めを迎えています。ここでサイコキです。決まった、効果的な当たり。あーっとダウン。